どうもこんにちは。今回はですね、また小鳥の森キャンプ場にやってきました。で、今日やりたいのはね、直火です。ここのキャンプ場にはですね、直火ゾーンがこういうふうに作ってあって、まあ、この一箇所とあともう下にですね、焚き火ゾーンがあるんですけども、直火ができるゾーンがここにあります。で、管理人さんがね、これ、このね、網もね、どうも自作されたっていうことで、溶接してね、このサイズに合うように作ってあるそうです。で、石でね、かまどがもう組んでありまして、これですね。これがね、ちゃんとね、なんて言うんでしょうね。背もたれじゃないけど、ちょっとこうなってるんですよ。こうなってて、ここが平たい石っていうのをね、ちゃんと用意して、ここにね、石としてちゃんと用意してあると。もう至れり尽くせりみたいな感じなんですけども、ここでこんな感じで、まあちょっとね、料理を作ったりしてみようかなと思います。まあね、初めての直火ということで、まあちょっとね、やってみましょう。炊事するようなところにね、はいはい、屋根がついてからね、レンガでこう、何個も何個もつながってるようならね。あれはありますね。こんな感じがね、自分。ただあれをあんまり使う人がいないんですよ。今頃ね、自分はあれじゃね、みんな持ってますもんね。みんな自分手前のあれでやるから。そうですよね。ね、小さめのあれで。はいはい、料理するやつですよね。俺もね、初めはこんなの、はい、大きい、普通どこ行ってもあんなのがあるからね。はいはいはい、あんなの作ろうかなと思って思いだったんだけどね。はい、こんな大きい大掛かりの作らんかなと思って、これ前これ一つ置いていこうかと思ったんだけどね。使う人があまりない。それでも誰も使わない。いや、多分使ってもいいかどうか分かんないんだと思います。いいよって言うけどね。はいはいはい。まあ、バーベキューで屋に来たような人がね、今みたいにこの上、すっごく下や炭を置いてね。はいはいはい。あれよ、上にそのあれを貸してあげて、網を置いて。来週やるぐらいのことでね。焚き付け置いてるんで、それに火がつけば。あ、これでも。大丈夫。はい。おこれは要望。これはどんどん。まあいろんな人。昨日も夜ね、はい、夜7時頃ここへ来てね、はいはい、キャンプするんで、どうでもするこれで。夜7時にいきなり来たんですか。夜7時、いや、いきなりじゃない。あ、前もって予約入ってたから、はいはい、それが仕事の関係で、夜7時頃なんで、終わりが。一回見に来てからね、予約はしちゃったんよね。はいはいはい。で、夜遅あの7時頃になるかもわからんって言いちゃったんだけど、やっぱり7時だった。今日が休みで。でも、僕ら前来た時もなんかあれでしたよ、夜やっぱり、夜じゃないな。朝方とかすごい見に来てる人いましたもんね、どんなところか。まあまあ、あれ、YouTube さんのおかげで。いえいえ。してもらったから。あれよ。人が増えればもう全然。ありがたいです。土日は5組5組ぐらい入ったから、はい、毎週そんな感じで埋まったらいいですけどね。人がいっぱい来て、土日の休みだけだよ。なかなか休みが合うのがないですからね。これでも冬場の方がいいとか言ってから11月入っても予約入っちゃう。あ、僕もでも冬の方がやっぱいいですね、やるんなら。夏暑いっすよ。まあ暑い時よりも、いい中、人も追ってりゃ追ってね。はい、はい。昨日かな、福岡の方から電話があって。おぉ。ああ、そうです。出してやってもらっていいですか。ありがとうございます。ちょっと早速、サンマを。前来た時にサンマ焼いたんやかと。焼いたんですけど、暗すぎてよく映ってなかったんですよね。サンマのあれ映像はなかったかね。サンマの映像ちょっとはあったんですけど、ちょっと暗くてですね、やっぱり。まあでも管理するのも大変じゃないですか、やっぱ。まあまあ、お客さんおらん時に草刈り来たしばかりですよ。広いですもんね、一人でこれ。あっちやりこっちやり。
まだだから、ちょっと帰ってくる。あ、わかりました。ちょっとじゃあ、まあ、サーモン焼きおります。ありがとうございます。さあ、焚き火で焼いたサンマ食べてみましょう。しっかり火が通ってますよ。こんな初めてですからね。うまいな。こうやってね、直火してるのを見てるとですね、見てる方っていうのはおそらくやりたくなるんじゃないかなと思います。僕もね、見てるとやりたくなっちゃうので、まあみんなそうなんだろうなと思うんですけど、キャンプ場によってね、直火できるところとできないところがあります。で、基本的にできないと思った方がいいです。まあ、書いてないところもあるんですよ。ここのキャンプ場は直火禁止ですと、明確にね、書いてないところもあります。で、書いてないところもあるんですけど、書いてないからやっていいかと言えばですね、全然そんなことはなくて、書いてない場合はやらない方がいいです。基本的にそこは禁止だと思った方がいいです。なので、多分そういうふうに考えられない人、まあ、直火禁止って書いてないからやってもいいだろうっていう方がいて、直火をやってしまうので、なんかマナー問題とかになってしまうと思うんですけども、なんか書いてないから大丈夫だっていうのがね、一番まあ間違いのもとというかだと思うので、直火ができるとこっていうのは、直火 OK と書いてあるか、もしくは、管理人さんとかに話をしてみて、直火が OK だよって言われれば OK、管理人さんがいなくてしていいかどうかわからない、注意書きが書いてないという場合はノーというふうに考えるのが一番いいと思います。なのでね、こういうふうに直火 OK なところがあるところってのは、かなり貴重だなと僕は思います。管理人さんはね、まあこういうのどこでもあるでしょみたいなことを言われてましたけど、いや、どこにもないんですよね、こういうのが。木があるとこがある。ああ、 なぜかですね、下だけでみんなやるんですよ。上は一人もいないんですよ。上、木がバーッと周りにあるじゃない。はいはいはい。あそこおらん。あそこいないんですよね。下はなんか芝生かい。